てか2人、ライアンさんのこと聞きました？俺は知ってるよ。あー、オッケー。ケムトさんは？それは竹森から聞くわ。了解です。ブジコさんからハンドガンを買おうとしてて、うん、うんうんうん、まあなんかハンドガンなんで必要なのって言ってた個人、うん、まあそこでボスから教えてもらった秘密、そこでなんかなんて言うんだろうな、ちょっと待ってねおい、ほんとね、でも気持ちわかるぞそうだよね、人に伝えるときってなんかね、うん、どうしようかなって。マイニングレーザーとビット一応買っといてくださいね。もう無線変えようぜ何も買わねえよ、そんなこと言うんだったら。お前は指示込めと同じだからな。ほんとだよマジで。無線2枚行こうぜマジで。あいつ全部言うわマジでそれで君とさん言うじゃないですか。君とさんじゃねえわ、ライアンさんが本当にまあまず首というか脱退というかだった理由ってご存知ですか、うんうん、本当の理由って。うん、まあそっから聞いたのは、うん、まあ、手のしびれがあると。ああ、聞いたのか。うん、聞きました。で、それがあって銃握れないにもかかわらず銃を購入してるのは何だと。うん。でそれが藤子さんからボスに流れ、お前これどういうことだって。なんで俺に話を通さないみたいな。これなんかいろいろ、ノアチェンさんのためとかなんかいろいろ言ったのかな。でそこでボスから不信感がすごい溜まっていき、で最終、うん、あれなんだよな、確かラシマさんの傭兵の事業に、うん、そのライアンさんが参加する可能性があるみたいで、で銃が逃げれないのになんで傭兵の参加するんだっていう感じになってくるじゃないですか。まあでもそこかなんか、そこでやればラシマさんが知り合いに医者がいて手のしびれが治せるかもしれないと、うん、いう感じの条件でやるっぽくて、でそこの部分もボスに話さないことはもう結構不義理であって不信感がすごいっていうのがボスの意見、まあ俺の意見でもあるんですけど、でそれで傭兵で横取りの傭兵してくれって言われて、横取りの傭兵してくれって言われてモズのことは弾けるのかみたいな話もなってくるわけじゃないですか、うん、そういういろいろな推測とかまあ情報を推理した上でボスは柳田ライアンさんを、まあ、俺もそうですけど、まあ、裏切りに近いもの、まあ本当にボスからしたら不義理だから、あいつはもううちとうちというかもううちのメンバーと話すというかコミュニケーション取る機会とかもあまりない方がいいっていう形の話になりましたね。すごい複雑ですよね。でそこで、まあ、殺しますかって自分が言ったんですよ、うん、まあその時に怪奇、怪奇じゃなくて一郎さんの義理がアルカラにあったじゃないですか、うん、まあそこの貸しを使って田島さんがそのまあ柳田さんをどうこうするっていうのはなくなりましたね。まあでもそのボスが言ってたらちょっと分かんなくて、貸しの気持ち半かけら半分を持っといてくださいって言ったから、多分
ナシマさん側にモズのモズに貸しが半分できたのか、それともイチローさんのやらかしを半分だけまだモズが持ってるのかっていう真相はちょっとボスにもう一回聞かないと分かんないとこですね。なるほどな。まあ俺は正直自分の意見ですけど、うん、まあ、柳田さんに憧れていた部分もあったりいろいろと思うところがあるので、まあでもここで気負ってはダメだなとも思うので、ライアンさんは死んだつもりで生きていこうかなとは少し思ってますね。自分の中でのライアンさんは死んだつもり。うん、どういう意図で言ったのかも、なんでどういう意図で本当にハンドガンをやるっていうのは、多分最初からボスに話しておけばこんなこと起こんなかったの。ポンしちゃった感じはするっすよね。少しは、まあ、相談なし相談っていうか何の報告もなしに全部やってたってこと。そうですね。でその後自分でクラフトをやろうとして、それを誰かにモズのメンバー内に誰かに効率のいいやり方を教えてくれと、そういう情報まで伝わってきて、それをどうなったら傭兵のアルカラのハングレとかに傭兵の人たちに提供するわけじゃないですか、こういうクラフトがいいよっていう。まあ情報抜いてるってことだもんな。ですね。この面も踏まえてのボスのこの意見、まあ自分の気持ちもありますけど、まあ詳しくはボスから聞いた方がいいですけど、要所要所話すとこんな感じですね。まあナシマさんも頭のいい人だから、ボスがしたのはライアンさんが手駒にされる可能性の方が高いんだろうなっていう感じのニュアンスの話はしましたね。ここまでナシマさんにもライアンさんがどれだけポンする可能性があるかっていうのも分かっちゃった上でこういうことになってるので、うーん、いい駒として使われる可能性が高いかもしれないですね、悲しいことに。何やってんだよ。じゃあ俺があれか、そのお抱え個人がダメってなってさ、はい、俺先輩と二人で話した時とかもあったんだけど、はい、俺の言葉は何にも届かなかったんだな。うん、何も届かなかったんでしょうね。こんな内容の話かちょっとわからないですけど、まあ正直その手のしびれ、はい、まあ多分ボスより先に俺は先輩に教えてもらったんだよね。はい。でまあ他のメンバーには言うなっていう、まあ口止めもされてて、されてた上で教えてくれて、はい、
人さんは、うん、水戸さん今ちょっとね、まあ、だから忙しいみたい。先輩が個人として残ってくれるってなった時は俺は嬉しかったし、まあ、今回の件でもその個人中立な個人として、はい、まあ、正直桃津に残るっていう選択肢を選べなかったから中立個人になったと思いますね。本音では多分モズに残りたいって俺は思ってるんだろうなって思ったからさ。それで銃を持つ選択を。ガチでマジで隕石やめろや、会計。正直、何を考えてるのか分かんないっすね。手のしびれを治せる医者がいる。っていう。ので傭兵をするって誘われて使われてるだけなのか。でも結局、でもそれで俺たちを撃つ覚悟があるってことだな。先輩はそういうことですね。でモズに戻ることはないっていう覚悟も自分自身はできてたんだろうかって。俺手のしびれを治して他のギャングに行く可能性だってあるじゃないですか。そうだな。こう考えたらなんかいろんな予測ができるんで、ただバカなだけだったらいいんですけど、モズの一応ナンバー2としてずっといた人間なので考えが知られると思う。こう考えたらまああながち裏切るようなことをしようとしたのも間違ってないのかなっていう。組織よりも家族よりも自分を優先した風に俺には見えちゃうな。そうですね。せよ、本当にこれはもう最悪な結末が、なるべく俺の手は汚したくないんで、最悪な結末は起こらないでほしいですけどね。あれ自動予約やから、自動予約。最悪な結末が起こってしまった時は弾くしかないな。まあ俺にとって先輩ってさ、はい、もう本当に親代わりっていうかさ、はい、親のような存在なんだよ。そうですよね。だからまあ個人的にはさ、やっぱりお前みたいにもし組織で動くってなっても俺だけはそこにいたくないっていうか、やっぱそう思うんだけど、はい、でも今俺はナンバー2だからさ、モズで、はい、まあ、そういうわけにもいかないし、まあでもそこまで思い入れがあって、まあ、自分の手を汚すっていうのもまた一つですし、部下の手で、まあ辞めるっていうのも一つだとは思います。どっちを取っても正解だと思いますよ。まあでも自分は尊敬したってたとはいえ、
ボスが一番なんで。そうだな、多分ボスが、俺も辛いけどボスも辛いだろうしな。そうですね、ボスがその場にいるなら俺もその場にいなきゃいけないな。まあでも思うのは、ボスは弾くときは自分で弾くと思います。キミトさんと同じ気持ちを持ってると思う。キミトさんに、まあ俺になのか、誰にも弾かせたくないっていう気持ちを持ってるはずなので、ボス自身が弾くときは弾いて殺すんだろうな。そうだな、何やってんだよあの人は。だが本当に、本当に最近なんか分かんなくなってきたんだよな。何がですか？家族って何なんだろうな。家族か。まあ、家族、家族なんだろう本当に。なんか、まあ俺も本とかに出てくるような形でしか見たことないんで、そういう風にやってはいますけど、わからないですね。どんどん違う方向に行くような気がしますね。あ、なんかこんなに失うのが辛いんだったらさ、最初から家族なんていらなかったんじゃないかなって思っちゃうよ。最初から、まあ初からね、周りに自分しかいなかった環境の方がよっぽど楽だよ。まあでも家族は減っていくもんですよ。後々増えていくこともありますし、なんなら今ニートちゃん、カイキっていう後輩2人がいるじゃないですか。俺の後輩ですけど、ここに自分が思ってた家族というものを教え込んで形にしていけば、いつでも帰ってきたいなって思えるようになると思います。会期に関してはどうわからないですけど、わかんないですよ。だって俺が組織から抜けるかもしれないですし、何が起こるかわかんないんで、家族はずっと一緒にいるもんだとは思わない方がいいかもしれない。まあでも今のモズは家族で組織とか会社っぽくはなってますけど、まあでもそこは今家族になるための必要な段階なのかなっていう風に感じますね。先に仲良し小吉が来ちゃったら組織も育ちませんし、地盤固めてからもっと仲良し小吉すれば、両方の立場として強くなれるんじゃないかなと感じます。もうわかんねえわ。でもわかんないっすよ。
でもある時が来ます。ゆっくりでいいんじゃないですか。ゆっくりで今わかんなくても。まあそうかもしんないけどさ、もうこんな思いしたくねえよ。じゃあこんな思いしないように支えていきましょうよ、自分たちが。ここでまた同じような思いしてしまったら、またその時考えましょう。今は島取りも控えてるし、町の情勢もいろいろ変わってきてるし、そうだな、悩んでる暇なんかないですよ。分かってはいるんだけどな。俺も支えるんで、君とさんのことを。小手さんの件もありますけど、何かあった時は話せるような、気軽に話せるような人間になるんで。大丈夫っすよ。ありがとうな。まあそうだな、今は考えることが多すぎてなんかパンクしちゃってるのかもな俺が。そうっすよ、四方八方から来てるっすから、刃が。これに答える方が難しいっすよ。一個一個解決していきましょう、解決。一つ一つ。なんならもう島なんか全部なくなった方が一回楽になるっすよ、これ。このぐらいの気持ちで。そうだな。まあでもボスの夢でもある、この島を黒く染める。うん。やっぱりその夢がちょっとでも遠のくのはな。ボスはでも長い目で見ろって言いますよ。そうだな、うん、分かっちゃいるんだよ俺だって。俺も一個一個黒がなくなっていくのはクソ腹立ちますけどね。あ、俺の方が強いのにって思いながら島取りに参戦して倒してそうなんだよな。今日だってまたやろうやっただけならまだいいけどさ、うん、ノーリミとコンセル全然来る可能性もあるし、可能性の方が高いっすよ。そうだよな、救急が落ちて次は2000って多分なるもんな。まあここで2000に来た場合は本当にちょっかいかけに来てるだけなんだよ俺。もう街中でも平気で殺しますよ俺、平日で島取りなくても見かけたら殺しますよ。まあでももし島が全部なくなって、まあなくなったら、そうなってもいいのかもなとは思う。そうしましょうよ。まあでも自分たちは窮地に立たされてると思いますけど、でも逆にいい立場かもしれないですからね、この状況が。死ぬほど因縁は吹っかけれますしね、一人一人潰すことはできる。ボスも多分そういう、そうだよな、ですね。ボスもいろんな思惑があるでしょ。守るところがあるせいで動けないっていうのもあるし。